こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴ありがとうございます。アメリカ中央情報局 CIA のウィリアム・バーンズ長官は7月20日、ロシア軍のウクライナ侵攻でこれまでにロシア軍の人的損耗は6万人に達したと述べました。今日はこのことについてお話しします。 アメリカ中央情報局 CIA のウィリアム・バーンズ長官は7月20日に会見を開き、アメリカ中央情報局の分析では、ロシア軍のウクライナ侵攻でこれまでにロシア軍のカジュアルティ、すなわちロシア軍の損耗人員数は6万人に達したと述べました。カジュアルティとは、 損耗人員数のことで、戦死、負傷、疾病、行方不明などの合計数のことです。CIA のバーンズ長官は、そのロシア軍の損耗人員数の内訳として、ロシア軍の戦死者1万5千人、ロシア軍の負傷者4万5千人として、戦死者と負傷者の合計として、 6万人の損耗人員数としました。ちなみに CIA の The World Factbook によりますと、ロシア軍の大まかな総人員数は85万人とされていますが、そのうち地上軍は30万人とされています。ということは、損耗人員数が6万人ということは、ロシア軍の地上軍30万人のうち、 すでに5分の1が失われてしまったということになります。また、英国秘密情報部 MI6 のリチャード・ムーア長官は先日次のように述べました。プーチンは、この数週間ないしはこの数ヶ月間の間に、いくらかの前進を成し遂げはしたものの、その前進はちっぽけなものです。というのも、 それはたったの数マイル程度前進したに過ぎないからです。ロシア軍が一つの街をダッシュするとき、その街には何も残りません。その街のすべてが抹消、抹殺されるのです。私が思うに、ロシア軍は原動力を使い果たしてしまっています。我々の分析では、 ロシア軍はマンパワー、兵力を補充するのが今後数週間でますます困難になるでしょう。ロシア軍は何らかの形で停滞せざるを得なくなり、そのロシア軍の停滞はウクライナ軍に反撃のチャンスを与えるでしょう。ウクライナ軍のモラール、士気は依然として高く。 西側からの武器支援が増えてきつつありますからね。プーチンのウクライナ侵攻はエピックフェイル。すなわち壮大なる失敗。歴史的な大失敗となると思います。英国秘密情報部 MI6 のムーア長官はこのように述べました。今日はここまでにします。 最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた。